Shin! この饅頭うまいんだよな。
Eat it. まだでしょう。働かざる者食うべからずですよ。 休憩したって。 しましたか、ナオキ。
なんたってリサちゃんは俺よりもいろんなことを知ってるからな。リサちゃん、分かってくれ。俺には十分な休憩と可愛い女の子からのパワーが必要なんだ。じゃなくて怖いだ。
なかなかうまいことを言うじゃないか、佐賀くん。その…ま、とりあえずこっちへいらっしゃい。かわいいお姉さんがいいことしてあげるからね。遠慮します。俺はそういう趣味ないんで。いいから来い。
しまいましたね。でも、お京さんは結構トールさんを気に入ってるんですよ。
まといにある上林寺の門前町で売ってます。の周りには神社仏閣がいっぱいあります。遠くへ行く必要ないですよ。私ここに留学できて幸せです。Thank you.
300年前上林寺を開闢した妙庵上人が大のお饅頭好きで、自ら考案したと言われています。Thank you.
わ、うん、うん、あ、ごめんなさい。上等です。仕事をするお腹が減る、食べたくなる。これは健康的なサイクルです。ノープロブレムなのでどんどんお召し上がりください。
私また買ってきますから。仏閣巡りをしないなんて、鬼が笑います。Thank you.
う場所にもよく行きますよ。私、浮世絵の展示会とかも好きです。心がクリーンになります。私の心の奥に刺激を与えてくれます。同じものを見ても見るたびに新たな発見があります。素敵なことです。Thank you.
げで勢い余って浮世絵のポストカードを30枚ほど買ってしまいました。
にそうだったらいいんですけど。
私、北斎に恋してます。そろそろ休憩終わりだぞ。
この後もびっちり研修するからな。とってもいい返事だ。さあ、ワコードたちよ、フロアへ向かうのだ。それじゃあ、代わりに俺が休憩を。佐賀君は持ち場に戻りたまえ。ねえ、若者の特権はその有り余る体力だろう。大丈夫、佐賀君ならやれる。もう無理です、やれません。あ、そう、天川さんにレジ打ちを教えてあげてほしかったんだけどな。手取り足取り。まだ大丈夫です、やれます。ということで、行くよ、千夏ちゃん。はい、お願いします。なんて単純な、まるで昔の俺を見ているようだ。